どうも中田がとうごす。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム芸術。クラシック音楽史編ベートーベン。ありがとうございます。さあやって参りました。クラシック音楽。ねえ、これ音楽史やってほしいというお話、かなり昔からあったわけなんですよ。コメント欄でもね、それ多かったんですよね。ええー、ただやっぱちょっと敷居高いよと。 もうバイオリンなんてもう変えませんし、もうなんかコンサートを聴きに行くわかりません。クラシック音楽わかりません。モーツァルト・ベートベンわかりません。なんか髪が縦に巻いてあるバッハさんわかりませんと。そういうですね、苦手意識僕もあったわけですよ。なので、今回ね、ざっくり、どの時代にどういうことがあって、音楽ってどうなってきたのそういうのをざっくりわかるだけでもほっとする。ね。 急遽コンサートに呼ばれた。ねえ。バッハなのよーなんて言われて、バッハですかその後ちょっとお話ができる。そういう自分に生まれ変わりたいっていう方のために今日、授業をお届けしたい。私、読みました。クラシック音楽大全はい。あ、クラシック音楽全士でしたね。電子書籍ですよ。もう本屋にもなかなか行けないから、電子でお世話になってるんです。クラシック音楽全士。これでね、なんとかね、 こう、あの時代はあの、えー、アーティストがいるんだよ。アーティストって言うけ作曲家がいるんだよとかね。音楽ってこうなんだよっていうふうにね。言えるようになったらいいじゃないですか。それやっていきましょうよ。ね。クラシック音楽って言うけど、そもそもクラシック音楽って何ここからだよね。ここからわかんないのよ。ね。まず、クラシック古いんでしょこれですよね。古いんでしょクラシック音楽って大体どの時代のだと思う古いんでしょ とはいえ、これね、限定されてます。18から19世紀のヨーロッパ音楽なんですよ。なので、古代の、なんかわかんないけど、石とかを、カン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 とかやったのは別にクラシックではありません。なんか獣の皮着て石をですね、カン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 。これ、クラシック音楽ではないです。古ければクラシック音楽ではなくて、この限定された時代、18世紀から19世紀のヨーロッパ音楽なんだと。ええ、そうなの限定されてんだ、だいぶと。ね。 じゃあ、それ以前の音楽ってどうだったんだろうもしくは、18世紀から19世紀のヨーロッパ音楽がなんでクラシック音楽として重宝されているんだろうそのざっくりとした歴史をですね、今からお伝えしたいなと思います。まずは、紀元前6世紀。<laughs> まずは紀元前6世紀、古代ギリシャ、私何回言いましたこれ。これ、数学の時も、哲学の時も、そして音脈の時も、私、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャスタート。はい。 もうギリシャから始めようというですね。これはもう YouTube 大学ね、懐かしの俺いつもやってますね。今回もそうなんですよ。出ました、ピタゴラス。はい。あの、直角三角形、こうやったら測れるやんでおなじみのピタゴラスの定理のピタゴラスね、え。ー 数学の授業でやりましたね。数学を作った天才たちでやりましたね、ピタゴラスね。もともとピタゴラス教団というね、宗教組織を作り、えー、美しい数字のみで世界はできているということでね、弟子たちを広くとって、えー、あの、ピタゴラスの定理を見つけたという、あのピタゴラスはですね、数学以外にもですね、美しい世界を数学で解き明かす。これをですね、やったのが音なんですよ。音階とかですね、この、 ね、メロディーとかをですね、こうやって数学的に測ってですね、綺麗に出すことができるよ。音っていうのは、なんか偶然綺麗な音が鳴るとかじゃなくて、科学的に音を出すことができて、それを並べると音階になっていくんだよというのを解き明かしたのはピタゴラスね。はあ、これ音楽の始まりで。古代ギリシャではピタゴラスがそういうことを発見したりですね、ソクラテスが、音楽は人間の教育にとても重要である。ね。 人間性っていうのを養うのは音楽なんだ。それをですね、えー、言い出したのがこうギリシャなんですね。だから音楽という謎のものに対して哲学者が立ち向かうという時代がありました。そして時は流れて6世紀。だいぶ流れましたね。前から後、ね。あります。ローマ帝国の時代です。さあ、中世ヨーロッパといえばもうローマ帝国。 キリスト教、ゲルマン民族、この三つの神義が揃うわけですよね。ローマ帝国でキリスト教が公認されましたよね。そうなんですね。最初は弾圧してたあのキリスト教、それを認めた時、ここでですね、中世のこのヨーロッパの音楽の基礎となるものが始まる。それがグレゴリオ聖な何ですかグレゴリオ聖歌って何ですかこれがですね、カトリック教会で主に歌われるですね、ラテン語の聖歌なんですね。 はい。その当時、聖書もラテン語で書いてあったんですよね。これ世界史の授業でやりましたよね。なんでかっていうと、一部のトップのね、えらいさんのためだけのものだからですね、民衆のた読ませないよというね、読ませないよ。俺たちが解釈したのを教えてあげるから話聞きに聞来き聞きなさい。読めないでしょ。あなたたちアホだからラテン語読めないでしょ。アホだし貧しいから私が教えてあげるから聞きに聞,聞きなさいというですね、一部の人が特権階級牛耳って言ったラテン語の聖書の時のグレゴリオ聖歌これをですね、やっぱりこう、 の始まりとして、ね、このクラシックのルーツとして書かれております。このグレゴリオ星か、なるほどね、と。 ねそれが普及したのがフランク王国カール大帝の頃ね。出ました、これも世界史ね。ローマ王国が西ローマと東ローマになって、東ローマがビザンツ帝国になって、西ローマがゲルマ民族大移動で崩壊して、その後にゲルマ民族が作ったのがフランク王国、それがイタリア、フランス、ドイツの元。それがシャルルマーのこと、カール大帝。このカール大帝がカトリックのローマ教皇と結びつくことによって、ゲルマン民族ここにいていいですよね、という、そういう、そういう状態になった時にこのグレゴリオ聖をどん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 ですね。 普及させるわけですよ。ね。みんな聞きなさいと。ね。変わる大帝です。ゲルマン引っ越してまいりました。よろしくお願いします。ということですね。はい。で、グレゴリオ聖歌が普及しました。そこで現れたのが、ここ15世、15紀これも飛びます。ルターによって変わるわけですよ。歌といえばグレゴリオ聖歌ね。 宗教といえばキリスト教。そういう時代だったところから、ついにあの反逆のルターがやってくるんですね。反逆のルターがやったのが宗教改革ですね。はい。カトリック腐敗しとるやないかいと。ね。聖書聖書聖書言うてましたけど、皆さん金儲けのためばっかりになってるやないかいと。ね。そういうことで、聖書は俺が翻訳するから、ラテン語じゃなくてドイツ語にしたらドイツ人みんな読めるだろうって言ってですね、翻訳するわけですね。そしてそれをみんなにばらまくときに活版印刷だ。 ね。活版印刷がここで技術として、えー、普及するから、その新しい聖書全員読めもうあ。これによって宗教改革が行われ。これによって歌が変化します。ミュージックが変化します。もともとミュージックというのはですね、ミューズというですね、神のね、ミューズですね、女神の神の。この神のものというミュージック、それがですね、変化することによってね、賛美歌コラールというものになる。どういうこと 民衆もですね、歌えるようになってきたんです。自由に作れるようになってきたんです。なぜか、それは宗教改革によって、みんなに、みんなにとっての神様、みんなにとってのキリスト教だよ一部の聖職者牛耳るなよっていう思想と、活版印刷によって、なんとあの楽譜、楽譜が作れるようになったんですよ。はあ、確かに、と。ね。 なんか楽譜手書きでなんかちょっとわかりません。っていうね。それをガシャン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 。あ、この楽譜。あ、あ、これがあの賛美歌の、これがあの聖歌のハイハイなるほどということができるようになったのはここなわけですよ。なるほど。ルターのおかげで、ええー、その賛美歌。だからこのね、一部の人の歌がこのみんなの歌になったわけですよ。このみんなの歌になってからそこから時が飛んで、十何世紀イタリアで生まれたのがオペラだ。ええー、あの、森久美子さんの、 ねえ、わあわあ、歌いながら踊ってのー、あのー、すごいよ。もうその役者さんの最、最上級じゃん。もうなんかわかんないけど、とんでもない声量とさ、お芝居ができないとやれないよ。歌って踊ります、オペラ。さあ、このオペラが生まれたのが17世紀イタリアのフィレンツェ。ねえ、フィレンツェで生まれたんですね。もうこのあたりからですね、もうイタリアとフランスが世界の音楽をリードするんですね。非常にこの公益で栄えましたね。 はい、もうイタリア、もうルネッサンスでですね、もう、もう、うわー、儲けてね、はい。そのフィレンツで,ですね、もう海上冒険うわー、儲けてね、素晴らしいですよね。それでオペラが来るわけです。で、オペラでベネツィアに劇場ができたりしてですね、このあたりがですね、聖職者のものではなく、貴族のものになってくるんですね。はい。出ました。フランス、ルイ14世ですね。太陽王ですね。太陽王、ルイ14世。この人がオペラ大好きだったんです。 はい。ベルサイユ宮殿、立てちゃいなよでおなじみですね。はい。立てちゃいなよ、ベルサイユ宮殿。これ見てよ、俺のベルサイユ宮殿。そして、大ヒットギャグ。チンは国家なり。はい。アイムフランスでおなじみの、このルイ14世がフランス版のオペラ。で、パリのオペラ座。こういうのを作ってですね。まあ、盛り上げていったということなんですね。なので、ここでガラッと変わってくると。ね。神の音楽から貴族の音楽になりました。 はい。ここからが、さあ、ヨーロッパ音楽、クラシック音楽の始まり。ねなるほど。もともとは宗教だったんだ。音楽は宗教のもの、キリスト教のもの。そこから宗教改革があって、みんなの賛美会になり、そこから貴族が台頭して、王権がすごい、えー、絶対王政になって、貴族のオペラになったというお話でございました。さあ、そんな中、クラシック音楽というものが流星していく。ターム、 時期は大きく分けて3つ覚えてください。それがバロック音楽、古典派、ロマン派です。もう3種類ありがたし。ありがたいよー。これ美術史だったら大変だよー。印象派、キュービズム。 シュルレアリスム、ポップアート、もいっぱいあったよ。他にもいろいろあったよ。でも音楽、クラシック音楽、落ち着いて時間短いから3つでいいの。バロック音楽、古典派、ロマン派。ねえ。ちょっと嫌なのは古典派が一番古典じゃないこと。ね。古典なんだったら一番前でいてって私を思った。 でも、バロックが一番前ね。ねでもまあもう本当に、ね、覚えておくべき人。もうバロック、バッハ。古典派はモーツァルトとベートーベン。ロマン派、それ以外のたくさん。そう思っといておくぐらいでちょうどいいと思う。バロック、バッハ。だからもう、バッハ、バロック、もうバ、バー、バーで覚えてください。それあと古典派。一番有名なモーツァルトとベートーベン。はい。もう世界で、 もう一番演奏されてクラシック。やっぱりモーツァルト、ベートーベンずーっと1位に。らしいです。はい。それでロマン派っていうのがですね、他のなんかクラシックのほとんど大変なですねこのロマン派。ね。あ、結構いろんな好みがですね、こう分かれるところ。それがこのロマン派のところ。たくさん。ね。シューベルトとかね。はい。マーラーとかね。いろんな人がいます。ドボルザークとかいろんな人がいます。あと、バッハだったらバロック。モーツァルトえ、え、何 え、ベートーベンはい、古典派。それ以外、おそらくロマン派。はい。これで、大体当たるという風に言っといて過言じゃないんじゃないでしょうか。じゃあ、大体どんな感じなのここですね。説明させてください。バロック音楽。もう、バロック自体が意味わかりません。はい。バロックって何ですかはい。これ、バロックってのは、ポルトガル語がね、元になってるらしいんですけど、このポルトガル語で、歪な真珠って意味らしいんですよ。 どういうこと <laughs> 要するにですね、ちょっと過剰な装飾をしていて、前の時代とか後の時代から見て、まあ、後の時代から見てですね、あの時代のちょっとやりすぎじゃないみたいな、比喩として、比喩としてかね、まあ、やとしてですね、最初言われた言葉らしいんですね。バロックっていうのはね。何を書くうこれ絶対王政の時代ですからね。ですから、このルイ14世のオペラの、この時代なわけですよ。この、の流れなわけですよね。で、オペラ。ね。 だから、ここでね、著者も言ってるんですけども、とても複雑なのが、このバロック音楽の中で最も偉大だと言われてるのが先ほど言ったバッハなんですよ。ぐるぐる巻きのバッハね。バッハなんですが、バッハってバロック音楽っぽい人かっていうとそうではないらしいんですよ。や どういうことかと言いますと、ね、バロック音楽っていわゆるイタリアとかフランスのオペラカルチャーなわけですよ。だからそれを最も体現してるのはヘンデルらしいんですね。どういう人かね。異名は駆け抜けたビジネスマン。儲けたらしいですよ。もともとはドイツにいた。このドイツというのが30年戦争で、荒廃したドイツなんですね。30年戦争というのがもうカトリックとプロテスタントの最大にして最後の宗教戦争ね。 カトリックじゃ、プロテスタントじゃ、うわぁこの頃、ね、あの数学の歴史で言ってたらガリレオ・ガリレーだよね <laughs>。ガリレオ・ガリレーが、ね、あの、著書出して、でも、あの、教皇と仲いいから、これ、あの、地球丸いよって、地球がね、動いてるんだよって、ね、言えるよって思ったら、そのカトリックの教皇はもう30年戦争で、それどころちゃうね、お前裁判じゃ、という風になった、あの30年戦争。で、荒廃したドイツから出てきたヘンデルと、バぁ え、くしくも同じ年に生まれたんですね。ヘンデルっていうのはですね、もともとドイツから。イタリアですね、やっぱオペラ当てるんですね。大スターですよ。ワーオ作曲でテンテンテン。だからもうその EDM 全盛で当てちゃうみたいなね。 ああ、わかんないですけど、ダンスミュージック前線の時当てちゃう小室哲也さんみたいなね。もう TK 最高、わあみたいな大スターになるわけですよ。ね。オペラで当てますよ。今オペラ来てるんだよ。それでヘンデルバン当てた。うわオペラ最高。そこからドイツ戻ってきて、宮廷学長一回なりますね。えー、宮廷学長ってやっぱり貴族のね、お抱えですわね。だからこれもまあ、あのー、花形ですね。このね、貴族のための、もしくはオペラのためのということをやるわけですね。そこからそのノウハウ、二つのノウハウを合わせ持ってイギリス行きます。 イギリス行ってですね、ライブビジネス。はい。あの、入場料とかですね、予約料とか、それをしっかりとってですね、わかんない。その、A ちゃん的な、矢沢永吉さん的なね、自分で音楽ビジネスをしっかりやってね、タオルを売っちゃうみたいなね、矢沢のタオルを投げちゃいなよみたいなね、で、もう一枚買っちゃいなよみたいなね、矢沢よろしくですっていうね、ロックとしてもかっこいいけども、ミュージックをビジネスにしたっていうね、あの、矢沢永吉さんのようなですね、あのライブビジネスをね、え、立ち上げて、 ね。それでね、もうボロ儲けするんですが、その人気のね、えー、イタリアのね、イタリア語オペラがですね、イギリスでちょっと人気にかった時はですね、今度は逆にじゃあ英語誌でオペラやろうとまた儲けたりしてですね、非常に駆け抜けたビジネスマン、ヘンデルというね。だからこれが一番バロック音楽っぽいらしいんですよ。ね。イタリア、フランス、オペラカルチャー、それでバロック音楽なんですが、このね、バッハというのが、 後に偉大だと言われるようになるわけですよ。これどういうことか。バッハというのはむしろもう一個前のフェーズの雰囲気なんですよ。宗教音楽を作り続けた。ね。ひたすら教会で作曲。もうそんだけ才能あるんだったらオペラ作っちゃえばって。売れちゃえばって言うんだけど、作らないのね。ひたすらドイツの教会を転々としながら千曲作るっていうね。もう勤勉なんです。めっちゃ真面目。はい。で、 音楽の父って言われたんだよね。父出ました。ファーザー枠来ましたね。これファーザー枠って言ったらあれだよね。あの科学の父がガリレオ・ガリレーだもんね。万学の祖がアリストテレスですけどね。そういう異名対決で言うとね、この音楽の父来ました。ファーザーオブミュージック。すごいですね。バッハ。はい。このバッハがひたすら教会を作った。だからね、この当時は正直ヘンデルより地味なわけですよ。 で、だいぶ経ってからロマン派ぐらいの時の時代に再評価してくるんですね。メンデルスゾーンとかがですね、もうバッハってすげえじゃんって。こんなにめっちゃ曲作ってたんだんで、後から売れたタイプ。ただ、ゴッホ的な。ゴッホ的なバッハですよね。はい。ゴッホ的なバッハがバロックにいるわけですね。そういう状態だと覚えていただければ大丈夫でございます。はい。そして古典派の時代に来るわけですよ。 ね、この絶対王政から古典派の話で何が変わってくるか、これ革命時代に入るんですよ。そうです。フランス革命とか、アメリカ独立、ね、独立記念ね、革命ですよ。ね、そういう話が来る。これによってどうなるかというとですね、要するにオペラっていうものからですね、内容で言うと、ね、まず、貴族のものからだんだん市民のものになっていくよっていう流れが1個。 そして内容としては、貴族がね、オペラを聴きに行くっていうだけじゃなくて、市民がですね、コンサートを見に行くって感じになるわけ。だからそれまでオペラってね、言ってもね、お芝居があるわけですから。その楽器とか楽曲に関しては脇なんです、脇。ダンスで言うとバックダンサーみたいな。ね、オペラが、なんかその、すごい、ね、ジャニーズで言うとわかんないですけどね、その、 スノーマンとかやって、その、まだあの頃バックやってたんです、みたいな。そういうその、バック的な存在なわけですよね。はい。そのバックがメインになっていく。楽器を音楽を聴きに行こう。確かにそうですよね。うん。それまではだから、メインは神様。それを称えるための歌だったし、メインはお芝居。それを盛り上げるための歌だった。ところが、音楽そのものを聴きたいぜっていう時に生まれたのが公共曲なわけですよ。 楽器が複雑にうわーある。それがうわー奏でてる、奏でてる、指揮してる、奏でてるというのが公共曲。m ンフォニー。それを作ったんだよというのがこの固定花の時代なわけですね。はい。貴族のオペラから今度は市民のコンサート、公共曲になっていくよ。その時代がモーツァルト・ベートベン。だけど、だけど、ハイドンも入れといて。 なぜか、ハイドンはですね、この古典家三大巨匠のうちに数えられてるんです。なので、三人目、ハイドン、これ言えるようになったらありがたいですね。モーツァルト知ってる、ベートーベン知ってる。でも結局、公共局の父ってハイドンだよね。はい、この一発です。はい、もうクラシック2風に見せるというテクニックな方から授けるのであれば、でも結局は公共局の父はハイドンだもんね。これ言っときましょう。これで、あの、あとは逃げましょう。 あとはちょっともう聞こえないふりをしましょう。なんか言われたらつめんどくさい。ああ、そう、そういう議論はもうさ、もういいじゃない。っていう。ね、そっからはね。はい。君誰やなんつってね。ベートーベンです。<laughs> あ、そう、どうしたのと僕のピアノ聴いてくれませんかって。はっはっモーツァルトの前で弾く。バーンちゃちゃんちゃんちゃチャんちゃんちゃんんちゃちゃんちゃん,ちゃん。うーわーみたいな。ええーみたいな。みんなが。え、嘘え、ちょっとやばくないみたいな。バーンなって。バーン 彼は注目に値する。